はい、こんにちは、コッペパンです。今日はですね、この新しい機能、上級者向け構成、この一気にランクアップとかスキル強化とかあるんですけど、これはなんか便利そうなのでですね、ちょっとやってないんですけど、まだ今からやろうと思ってます。でちょっとさっきもパッと見たんですけど、これおそらく一気にレベルアップしたスキルの強化したい武将をたくさん選ぶことができて、でその素材も一気に全部選ぶことができるよみたいな、ね、おそらくそんな感じの機能になってますね、これで。ここでね、ちょっと見た感じですね、注意事項がありまして、まずこのスキルを強化する側が、相当で選べるんですけど、最初は天極極み特が選択されてるんですけど、特武将は基本的にはスキル強化しなくていいですよね、初期スキル。なんでここからとりあえずスキル強化しなくていいよって武将をですね、こうやって解除で外していきますね。なんか、例えばやりたい襲撃とかもなんか、ね、スキル強化の対象に選ばれてますので、こういう風にですね、やりたい襲撃が選ばれてますね。もう後でスキルつけようとか言って、途中のやつとか、なんでそういうのはこう解除でつく、それはスキル強化しないよってしていってあげるといいのかな。でこれ素材とかはね、スキル強化するよってことで残しといていいのかなって。あ、ミスった。でこれちょっとめんどくさいのが、解除したらまた再選択なんかできなかったりとかするんですよね。あとこの特をねなくすと、一気に特武将はスキル強化しないよとかもできるですね。便利っちゃ便利ですよね。で、ここに素材カードが追加されてます。で、この素材カードが注意事項なんですけど、なんかここに表示されてる武将だけかなって思うんですけど、実はこうやって下に行くと、めっちゃ、全部、序と上が、素材強化に使用されています。なんで、最初なんかこれだけしか表示されないから、これだけかなって思ってたら、全部の序と上が基本的に追加されてるので、最初は。例えばですね、この椿姫、こういうね、スキル追加されてる椿姫とか、耐え姫が選ばれてしまう可能性があるので、注意しなくてはなりませんね。なんで僕は、そこは、保護されてる武将は選択されないので、このように、保護をですね、こう、素材にしてる椿姫、こういうね、先人神楽とかついてるね、こんな武将がこう素材になったらたまりませんので、これはこう、保護してあげると選ばれないって感じですね。はい。で、実際、ちょっとまだそういう感じで研究してたんですけど、まだやってみるのは、初めてなので、僕も、と緊張してるんです。あとこのスキル強化したい武将のスキル全部強化されるっていうのもね、一部強化ができないっていうのもちょっとなんかめんどくさいなぁとは思いましたね。ちょっと要改善ですかね、説明さんにはっていう要望を出しておきます。はいと、ここら辺をね、スキル強化したいなーって感じ で必要経験値はここに出てきますね。全スキルレベル10にするために47万経験値必要だよってことで、でこれ今全部使うと、25万だから足りないよってことですよね。なんでね、とりあえずだからできるだけしてくれるのかな。でここで動線もね、使ってみますかって聞くんじゃ、4、4、3、6、8、15で。
これで獲得経験値20万になるからね、ほとんどほぼほぼ強化可能、もう最後の1スキル以外強化できちゃうね。あ、武将カードからこれどっちかしかできないのか。あ、いや、これ優先順位を決めるのか。獲得必要経験値がこれで、獲得経験値これでよって感じで、もうほぼ全部強化できるっていうたまたま状態で、これ実行してみますね。ちょっと初めてなんだね。いや、どうなるんだ。おお、なんかこんな感じで選ばれた武将のスキルが全部レベル10になってますね。で、なんか譲渡所が大量に消費されてます。で、多分一番下のスキルだけで自由になんなかったんじゃないか。これ、なったのかな。あ、これだ。こいつだけなんかレベルが10になってませんね。はい。っていう感じでしたね。うん、うん。まあ、正直、めちゃくちゃいい機能なんじゃないかなって僕は思うんですけどね。ちょっと他のやつまだやってないんで、またこっちもね、まあ、ちょっと やることあったら動画で、紹介してみたいなと思います。皆さんね、やっぱこういう新機能出るとね、怖いじゃないですか。なんか不正持ってる大事なカード消えちゃうかもみたいな。なんで僕がね、人柱になって先陣を切って失敗していきますので、動画見ていただければ失敗しないかなと思いますので、ぜひご覧くださいね。ではご視聴ありがとうございました。